初代ブロイ公爵、フランソワ・マリー・ド・ブロイは、フランス王国の貴族、軍人、後に、フランス元帥。フランソワ・マリー・ド・ブロイは、第二代、ブロイ伯爵ビクトル・モーリスの三男として生まれ、名前は、祖父フランソワ・マリーの名前に由来する。早くから、軍人の道を歩み、23歳の時には、騎兵連隊の大佐に昇進した。スペイン継承戦争では継続して従軍。 マルプラケヌ戦いに参加した。1710年、中将に昇進、終戦まで、ピラール元帥の下で、ドゥーナヌ戦いなどの戦役に参加した。戦後も軍に泊まり、騎兵と竜騎兵の長官に昇進した。ブロイは外交でも活躍。1724年には、中英大使を務めた。1733年に、ポーランド継承戦争が勃発すると、 再び戦場に戻った。翌年には、フランス元帥に除され、フランス軍の主要な指揮官の一人として、サンピエトロの戦いとグアスタッタの戦いに参加した。エピソードの一つとしては、1734年9月17日に、セッキア川で襲撃を受けた時、毎一発で捕虜にならず、逃走に成功した、というものがある。1735年でも、 指揮の責務を全うしたが、アドリアン・モーリスド、ノアイ・ユ・ゲンスイと交代で更迭された。1740年に、プロイセン王フリードリヒ2世が秘密裏に、ストラスブールを訪問した時、アルザスの総督だった。オーストリア継承戦争中の1742年、ブロイはドイツにおける、フランス軍の指揮官に任命されたが、戦行は1742年5月25日の、 ザハーイの戦いの勝利だけだった。この選考により、ブロイはブロイ公爵に除された。1743年に帰国2年後に死去した。息子に第2代ブロイ公爵ビクトル・フランソワとリュフェック公爵、シャルル・フランソワがいる。ありがとうございます。